こんばんは。よいしょ。メイクです。よいしょ。ヨギボーがもうぺっちゃんこになってきました。座りすぎて。今日は前髪分けてるんだね。そう、もうなんか今日敬老の日だったじゃないですか。ちょっと低いかな、高くしよう、高さは。そうで、めぐんちが、まあ自転車でおばあちゃん家に行った時に、おばあちゃんに会いに今日行ったんですよ。その時に私がちょうど家出た瞬間ぐらいで急になんか雨が降り始めちゃってびしゃびしゃになっちゃったんですね。そうだから、髪の毛、なんか本当はちゃんと前髪とかやってたんですけど、もう別れちゃって、だからもういいや、分けようって思って。巻けてきました。自然に分かれました。前髪チャリ乗るんだって。え、なんでそんなにメグ自転車乗らない子だと思ってたの？全然乗るよ。よく自転車乗るって、そんな、まあ頻繁に毎日乗るかって言われたらそうでもないけど、たまに乗るかな。うん。え、自転車普通に乗りますよ。乗らなそうなイメージある。なんで？自転車こげないって思われてるのかな。都会、都内住みのいいようなチャリ乗らないじゃん。え、全然自転車乗るよ。別になんか東京に住んでるからとか、都内に住んでるから自転車乗らないとか、本当そういうのマジでないんで、全然大丈夫だよ。全然大丈夫だよって、何が大丈夫なんだよって話なんだけど、普通に東京の人でもチャリは乗ります。めぐちゃん安全運転して。そうそう、私安全運転です。めちゃめちゃ。そんなに意外？え、私が自転車乗るのってそんなに意外だと思われてたの？全然自転車で出かけたりするよ。出かけるっていうか、自転車乗るね。まあ近所だったら。自転車で一番遠くまで行った。自転車で遠くまで行ったことはないです。ただ近所だったら、なんかめぐんちの最寄り周辺とかそこら辺だったら自転車ですね、普通に。コンビニは全然、コンビニは自転車行かないかな。自動車の助手席のイメージ。ママと兼用ですね。昔は自分の専用の自転車あったんですけど、中学生から電車通学になったんです、私。だから、なんだ？小学生のなんか子供が乗る自転車、子供用のちっちゃいやつあるじゃん。それまでです、めぐん、私のマイチャリがあったのは。中学生からはもうママとメグは兼用ですね。でもほとんどお母さんが乗ってるので乗らないです。自転車送れるのかって。あ、プレゼントで。いや、自転車邪魔なんで大丈夫です。 自転車は結構です。私の家に届いたとしても、
あの邪魔になるだけだと思うんで大丈夫です本当に歩くのと自転車どっち好き？時と場合によるな。でも私歩くの好きなんですよ。で個人的に、なんだろうな、視線が多いところだったら歩きたいけど、そうでもなかったらチャリがいい。なんて言うんだろう、基本歩く方が好きです。スケボーはできないです、怖くてできないです。基本歩いてるかな、チャリよりは歩きますね。歩くのが好きなんで。だからお腹いっぱいになった時とかあるじゃないですか、ご飯食べ過ぎてお腹いっぱいで苦しいみたいな。苦しい時ってなんか座りたくなくて、あのなんて言うんだろうな、一息分歩いて帰ったりとかもしてます、たまにね。一輪車は、あ、私ね昔 2,3 週間ぐらいだけ一輪車習ってた時あります。ただあまりにも、まあ焦げたんだけど、その一輪車の才能があるかって言われたらなかったし、なんかちょっと難しくってすぐやめちゃいました。ある程度あくまで歩きたい。そうだよね、そう歩きたくなるんだよ。お腹いっぱいの時に電車乗ってさ座ったりするとなんかちょっと苦しくて。一輪車って習うものなんかね、習い事があって、そうでもちょっと向いてなかった。ローラーブレード、え、何それ。なんか私の時代はローラースニーカー、なんかヒーリーズっていう、多分私の世代の小学生ぐらいの女の子にめちゃめちゃ流行ってたヒーリーズっていうスニーカーがあるんだよね。靴の見た目はめっちゃ普通のスニーカーで、スニーカーの底にちっちゃいなんかタイヤみたいなのついて、え、懐かしいよね。ほらヒーリーズ持ってたっていう人いる。え、ほらやっぱりあの、え、嬉しい、共感してくれる子がこんなにたくさんいるなんて、懐かしすぎる。え、そう、かかとにあるやつ、そうそう、スーパーとかで滑り回れるやつだけど、スーパーとかさダメってなったよね、ヒーリーズでなんかスイスイ行く子が増えすぎて危ないからダメですみたいな。そうだから私そのヒーリーズはめっちゃ履いてた。ヒーリーズっていうあのローラースニーカー、あの知らない方は本当に調べてほしい、めっちゃ懐かしいね。え、そう、それがあの当時はめっちゃ流行ってましたね。そう、買ってもらえなくてみんなで遊ぶとき悲しかった思い出。あー悲しい。バレエ習ってて足怪我しちゃダメだから禁止されてた、だって。あー当時憧れの、私全然バレエやってたけどヒーリーズ履いてた。なんならその新体操を習ってて私昔ね、でその新体操の友達同士で流行ってたんですよヒーリーズが。だから習い事行く時もヒーリーズ履いて行って、であの帰りにちょっとなんかスーって滑りながらなんか帰るみたいなやつとか全然やってた、うん、懐かしい。あ、後付けするタイプ、そういうのもあるんだ、いろいろあって面白いね。よいしょ。嬉しい、ヒーリーズでこんなに盛り上がるなんて思わなかったよ私は。めぐちゃん世界三大珍味、フォアグラ、キャビア、キャビア、フォアグラ、なんだっけ、キャビア、フォアグラ、トリュフかな、
そうだ、当たってるかな。私のアバター見て。あ、メグになってる、嬉しい。谷口メグだな、嬉しい、ありがとう。あ、スケボー練習してたんだ。スケボー、うん、僕はスイミング行くときにしてた。あ、男の子も履いてたか。うん、そうだ、当たった当たった、よかった、当たり。ん、田舎は 100m 先のコンビニも車で行くようで。えー、そうなの。 100m は、え、 100m だったら歩くよ私。え、 100m って結構すぐじゃん。そうなの。でもやっぱり暗いのかな、暗くて危険なのかな、田舎だと。どうなんだろうね、あの街、町についてるほら電気とかついてないのかな。キックボードね。あ、私ね、キックスクーターも持ってたよ。こう持ってスーって乗って滑るやつ買ってもらってたな。あれ楽しかったよね。だから大きい公園とかでなんかそういうキックスクーターとか一輪車とかそういうのめっちゃ持ってって遊んでた昔。100メートルだったら車より歩いた方がいいね。最近車の免許取りました。だって、私も車の運転免許取りたい。もう取ろうかな、取れそう。なんかキックスカウターとか懐かしいね。当時なんかそういうトイザラスでいっぱいそういう遊ぶのをたくさん買ってもらってました、ちっちゃい頃。ホッピングも買ってもらってたし、いっぱい買ってもらってたよ。懐かしい、こうピョンピョンピョンってやるやつ。教習所ね、教習所をさ通えるのかなって思って、そこが一番不安ですね。キックスクーターで鬼ごっこはレベチだな、すごい。もう鬼ごっこなのかどうかって感じ。今無性にアイスが食べたい。食べな、食べ。ねえ、車の運転免許をね取りたいな。私でも取れたから取れるって。そう、通えるか通えないかだよね。とりあえずまあコンサートまではいいかなって感じかな。ね、結構遊んでたね、ちっちゃい頃。竹馬はあんま上手じゃなかったです、下手くそでした。小さい頃はね、学校、小学校の頃は学校終わりになんか公園とかで遊んだりしてたけど、昔から結構習い事をたくさんやっているあの人間だったので、なんかあんまり友達と遊ぶっていうよりは習い事で充実してたかな、小学校の頃は。一期一会、うわ、一期一会って懐かしいね。あったよね、なんか女の子の絵のやつでしょ、なんかエモい感じの文章が書いてあるな。プールもやってたし、体操教室みたいなのもやってた。でもなんか全部同時にやってるっていうより、やってやめたりとか、試してみてやめたりとか。プールと体操教室と、あの新体操とバレー、まあ新体操とバレーが一番続いたかな。で、まあ一輪車ちょっとやってやめて、サッカーも1週間だけやってみてやめて。サッカーに関してはお兄ちゃんが習ってたから、なんかメグもやりたいってなってやってみたけど、なんかむずってなってやめて
あとなんだろう、そろばんとかも生かされてた、塾とか、塾行ってたな。塾とか嫌いだったな。ダンス教室は行ってないね。新体操だったかな、ダンス系ってなると新体操、バレエとか。バレエって小学校低学年、私は小学校3年生の頃からかな、バレエ。小3だったっけ、うん、3年生ぐらいかな、バレエやってて、で新体操は小学校2年生からやってました。バレエ、バレリーナの方です。なんかチュ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 みたいな感じの、 そんな感じですね。懐かしいな。そうで、昨日寝る前に普通にテレビ見てたらさ、今新体操の世界大会みたいなのやってるらしくて、それが流れててちょっと見ちゃった。面白かったな。構文って何？勉強系？構文？知らない、初めて聞いた。あ、クモンか。クモン、え、クモンってこんな感じで書いてたっけ。え、クモン、クモンに行ってる子ってさ、なんかそのクモン専用のリュックみたいなの背負ってる子がいっぱいいたイメージ。なんかクモン、え、構文、え、構文だよ。クモン？クモンは英語だよ。え、そう、英語のイメージ。だから、あの、こんな漢字でクモンって書いてんの、メグ見たことないんだけど。そう、英語のやつしか見たことない。公文、え、公文だよ、クモンじゃないよ。初めて見たもん、そんなの知らないよ、小学校の頃そんな。めぐちゃんの小学生の塾は何だ、星。塾はなんで塾通ったんだろう。なんで塾通ったのか分かんないけど、気づいたら生かされてたって感じですね、親に。ソロ版に関しては私計算ができなかったんですよ。ずっとこう 1,2,3,4,5 でこうやって手で指で計算してて、それが悪い癖だって言われてソロ版に行かされてました。ちょっとね、ソロ版と塾はね、お勉強系の習い事は本当に憂鬱でしたよ。クモン通ってないんだよな、ね、これでクモン通ってて構文が読めなかったらすごい恥ずかしいけど、クモンに通ってないからそこまで恥ずかしくなくてよかった。明日の提出物のやる気が出ないのでやる気を出す一言ください。明日だよ。私もさ、最近なんか提出しないといけないのとかっていろいろあるわけさ。本当に私提出物苦手でいつも遅れちゃうの。本当に悪い癖だよね。直さなきゃって思って今日はね、締め切りの30分前ぐらいまでにね出しました。偉いでしょ。提出系苦手です。私もなんかね、考えて出すみたいなの本当に嫌いです。こんばんは、やっと来れた、だってありがとう。そう、偉いでしょ、偉いよ、間に合ったわ。提出物あるの嫌い。大人になってからも提出系ってあるんだって思って、
もう子供のうちにしかないと思ってた。でも大人になればなるほどそういうなんかいついつまでに提出してくださいみたいなのが多くてさ、アンケートとかさ、例えばそういうのが多くてさ、本当に嫌になる。そう、おじさんでもあるよって。そうだよね、もうそれがすごく嫌です。うん、さやの生誕イベントで気になってきました。だってありがとう。左利き直すね、習字とか言った。え、私左利き直してないんですよね。てかそもそも私頑固だから、まずなんで利き腕を直さないといけないんだよって話になって、そう。でも私の場合ご飯食べるのは左で、なんか書いたりするのは右なんですよ。だから両利きなんですけど、ご飯の食べるときは最初、なんか直されてたんですよ最初はね。なんですけど私が頑固すぎたのか、なんかずっと左に、右手に持ち直されたけどすぐ左手に持ち替えてご飯食べたりとかして、もういいやみたいな感じに思われちゃったみたいな感じのことをママが言ってましたね。そう、ママと向かい合って食べて、あ、そうそうなの。はい、左一緒、鉛筆右も。だってそう、でもそういう人って意外と結構いるんだよね。それがねびっくりしました。ハサミは両方使えるかな。だからたまに、あれ私これやるとき右でやってたっけ左でやってたっけって思うときが結構あります。自分がどっち利きか分からなくなるときが全然ある。あ、メグメール撮ってます。だってありがとう。今日は1通送りました。ちょっと最近1日1通だね。もっと増やせるように頑張る。でもさ、なんだろう、ちゃんとメールもさ、内容のないメールを何通も送るんだったらさ、ちゃんとなんか内容があるメールをいつ送った方がいいのかなって最近そういう考え方が変わって、ただたくさん数をこなすだけじゃいけないんだろうなっていうのが分かってきたんですよ。難しいですよね。どうなんでしょう、身体操選手はわざと利き手と逆の手を使うようにするって聞いたことある。え、全然関係ない。私はね全然ね関係なくやってます。身体操メグメールいつも見てますよ。だって量より質なのかな。それか、いや嬉しい、メグメールが生きがいですと。ってありがとう。どっちもあってもいいかも。だってね、明日仕事頑張ってって言ってほしいな。だって明日はお仕事頑張ってね。明日からね、3連休が終わってみんな明日からお仕事だと思うけど頑張ってください。応援してます。私もお仕事頑張るよ。その時の気分で送ろう。そう、まあその時の気分で送るのが一番なんだろうな。ピアスホール作って、ピアスホールってなんだろう。私ピアスは開いてないですね。イヤリングなんですよ私。開けたいんですけど、なんか結局なんか今現在の AKB、 まだ卒業しないけど卒業したってなったとして、そしたら何をやりたいかっていうと、今現在は演技のお仕事をやりたいなって感じで生きているんです。なんですけど、
そうだから演技の仕事をやりたいってなった時にピアスってなんかあんまりどうなんか開けちゃダメみたいななんかのよく耳にするんですね。だから結局どうなんだろうって思って、でもピアスね、憧れはあります。ピアスに対して開けてみたいなとかっていうのはあるんですけど、なんかって考えるとどうなんだろうって思って、結局そう分かんなくて。だからさ、メグはピアス開いてるって、そうイメージ意外と持たれてて、なんかだからメグがイヤリングなの意外みたいなことを言われることは結構多いですね。そうだからまあ痛いの嫌いだしいっかなとも思ったけど、まあどうなんだろうって感じですね。そう開けなくてもいいのかなって、まあイヤリングでも生活でできてるしね。うん、だからいっかなって。なんかいろいろさ、ピアス開けるとさ、なんか耳がうんじゃったりとかさしたりする子もいたりするじゃん。なんかそういうの話を聞くとなんかすごいね、かわいそうっていうか辛そうだからね。そう今イヤカフとか可愛いのあるしね。だから別にそんななんか開けなくてもいいのかなって思ってめんどくさいじゃん、あとシンプルに開けるのが。来世でいっかなって感じですね、ピアスに関しては。あ、ヨギボーが、え、ヨギボーってさメンテナンスとかあんのかな。いいと思うよ、だってすごいお寿司みたいな、かわいい。15期でピアスやってる子はまなみちゃんとおんちゃんかな。あみちゃんはね意外と開けてないんですよね。まなみちゃんとみよんだけじゃない、15期でピアス開いてる子。こみちゃん開いてないと思う。こみちゃんずっとイヤリングのイメージがあるな。多分メグと似た理由だと思う。痛いの怖いみたいな感じっぽそう。あ、どうなんだろう、開いてないと思うよね。アミちゃんとかこみちゃんもさピアス開けてそうなイメージあるけど開いてないから意外だよね。うん、あとねどうなんだろう、ピアスねいっぱい。でもさピアスさバチバチにつけてる人めっちゃかっこいいなって思うけどさ、それさなんかマグネット系のさイヤリングとかあるじゃん、こう例えばこういうなんか貫通してるやつとか、そういうのでできんのかな。せいちゃん開けてなさそう、開けてないと思う。まあでもうん開いてないと思うね。うん、開けてたらそれはまあいいギャップだと思うけど開いてないと思うよ多分。みゆちゃんはピアスのイメージがある、開けてると思う。
15期意外とピアス開いてる子いなくてびっくりだよね。メグが軟骨ピアスしてたら泣いちゃう。だってピアスは開けないかな。よほど私がなんか病んだりしない限り開けるってことはなさそうですでもそもそもそんなになんか病むってことないけどね、私自身。ナナさんは開けてそう。ナナさん、ナーちゃん、ナーちゃんは開いてると思うよ。今軟骨は開いてるかどうかわかんないけど、ここはピアスのイメージあるね。アンプリチュード、アンプリチュードのコフレ、あ、可愛いよね。でもブルベって感じで私には似合わなそうだから今回はやめようって感じです。ヘリックスっていうのはなんかいろんなさ、耳ってさ、なんかこうさ、いろんな場所に言ってさ名前があるじゃん。それなんかめんどくさそう、覚えんの。もぎさんめっちゃ空いてる。あ、もぎさんは空いてますね。空いてるイメージ。でもかっこいいよね、ピアスが開いてんの。でもやっぱり、うん、今は演技系やりたいのでピアスは開けないかな、私は。谷口さんブルベだよ。だって、私はイエベアキですよ。私メンバーとかなんかそういうなんだ、パーソナルカラー系を勉強してるメンバーとかいるんですけど、なんかそういう子にめぐって何べみたいな感じで聞いた時に、私はめぐさんはイエベアキって言って、絶対めぐはイエベみたいな、イエベアキだよみたいな感じですごい言われたので、あ、もう私はイエベアキなんだって思って生きてる。あとゆきりんさんにもめぐはイエベって言われたので、あ、私はイエベなんだって思って、もうイエベのものをねチェックしようと思ってますそう、何べ何べって聞いちゃう、わかんない。そ、私そんななんかパーソナルカラーに関して詳しくないんですよ。勉強してるわけじゃないし、ただ普通になんか自分に似合うものは知っておきたいなって、知った上で、まあ、自分に似合わない色があっても何かでカバーできたらいいんだろうな、そういうので自分の好きなメイクとかしていきたいなって思ってる人だから、そう、ただ自分がどれかっていうのを知りたくて、ね、でもさ、昔はさ、そういうパーソナルカラーとかマジでなかったじゃん。そう、だからその時代にしてたメイクとか昔のやつ遡るとめっちゃピンクのい、なんだ、チークとか塗ってて本当に浮いてたなって思ってね。そう、ただ自分が何かって分かるだけでね、メイクはしやすいと思う。作業難航してつらい、おめぐ励まして。だって、一回ね、なんかその自分のやってる作業にちょっと行き詰まっちゃったりしたらね、一回ちょっと何も考えないでなんかちょっと外の空気吸ったりとかリラックスするのがおすすめです。なんかずっと同じ場所で作業とかしてると見慣れた景色で何も思いつかなかったりとかすると思うから、そういう時はね違う場所に行って一旦落ち着いてる。頑張って。うん、タイミングよくメグが公演でもね、公演出れないのかな今月のメグ。メグレンジャー〇〇の色ってイエベかブルベかで決まる。そんな難しい考え方してない。なんか私がパッとその方、
そのファンの方との顔を見た時にそのファンの方から出てるオーラみたいな色があるんですよ。なんかそういうなんかあるじゃないですか、何色っぽいなこの方みたいな、なんかそういうのでいつも色決めちゃってるタイプですね。まあでもパーソナルカラーも骨格も知らなくてもいいのかなって思うけどね。ただなんか私は興味があったから知ってみたいなって思って、そうなんか自分で調べてみたりとかしました。ちなみに私は骨格はナチュラルタイプですね。お話し会の再販もなかったし、この間のサムネイル声入れてよかったです。 ありがとう。ああサムネイル声だね、嬉しかった。手紙届いたか。届いたよ、ありがとう。サイン届きました、ありがとう。お、クジラ今回のフクロウなんだ。タワーがん、あったペンギンなんだ。トシさん、トシさんペンギンタワーありがとう。ペンギンタワーありがとうありがとうございます。ありがとう。骨格ストレートと骨格ナチュラルの違いなんだろう。今度の話し会でカラー決めてもらいたいな。ぜひお話し会でめぐれんじゃ何色か聞いてみてね。ストレートは、骨格ストレートは簡単に言うともうボンキュッボンっていうグラマラスな方とかのイメージだと思います。で骨格ナチュラルはフレーム型というか、なんかちょっとシルエットで考えると四角い感じですね、ナチュラルで。ちょっと骨っぽいっていうか、自分の身長の割に手足がでかい人は大抵ナチュラルです、私調べによると。私もカラー決めてほしいな、ぜひ決めます。お話し会会いに来てね。よいしょ。でもさ、なんかさ、骨格って今までストレート、ウェーブ、ナチュラルってこの3種類だと思ったらさ、なんか最近さドラマティックとかさ、なんかキュートみたいな、なんかそういうさ7個ぐらいにまた分かれてさ、ストレートの中からまた 4つぐらい分かれてたりとかして、本当にねもう難しい、もうキリがないなって思ってきちゃった、だんだん。そう難しくてさ、私は骨格ナチュラルです。そう骨格がドラマティックって何とかで、ね、そうむずくない、もうなんかさ分かんなくなってきちゃって。そう難しいよね。サムネイルポーズ、サムネイルって何、これサムネイルポーズちょっと拡散しといて、これサムネイルポーズね。もうね、とりあえずスタイル良くなりたいなってくらい。わかるよ、そうだよね。まあ、結局スタイル、自分の好みのスタイルになれるように努力するのが一番ですよ。二の腕痩せたい。うわーね、二の腕ね。私はね、あのももみチャンネルさんって方の4分間ぐらいですぐにできる二の腕の二の腕痩せみたいな動画があるんですけど、それ毎日やってたら、こうやって回したりとか、なんかこうやってやったりとか
やってますね。二の腕はね、本当にもう私二の腕っていうか上半身とかに肉がつくんで、逆に足はマジで太らないんですよ。むくんだりとか、まあ、むくむってことはあるけど太くなるみたいなことはないんですよ。上が太るタイプ、上と顔だから、ももみ、あのももみ、ローマ字ですね、3のやつを見てます。私あと下っ腹とかねですね。グラビアに出まくってるメンバーの骨格、それは関係、骨格関係ないと思います。グラビアやってるメンバーは骨格何だからグラビアに出れるとかそういうのは本当マジでないと思う。全然みんな違ってみんないいって感じですね。ゆいりはストレート、ゆいりちゃんは絶対骨格ウェーブだよ、本人も言ってた。エクササイズ配信だってやりたくないよ。だって私部屋汚いんだよ今。あのね、部屋が散らかってるんでちょっと期待しないでください、そういうのは。ひーちゃんはナチュラルな、なんかひーちゃんナチュラルってなんか自分で言ってたような気がする、前なんかそんな話になった時に。プランクしながらの配信とかキッズ無理ですヘア散らかるの同じく。メグファンでピンク色今いますか？ピンク系なんか派生、ピンクから派生してるのは結構いますね。だいたい女の子が多いかな、ピンク系は。何か企画考えて配信するの前、確かになんか食べる系やろっかな、またそう、みんな自分が何色なのかはお話し会でお教えいたします。大人のねるねるねるね買ったやで、だって。大人のねるねるねるね、じゃあ楽しく食べてください。色変できますか？あんましたくない色は変えない、変えない。うん、あ、カティちゃん猫タワーありがとう。カティちゃんありがとう。私も色欲しい、だって。お話し会に来てください。
メグは虹色。メグ色考えたことないな、メグ自身。でもメグって何っぽいのか。あ、花粉症大丈夫。あ、咳ね、ほんと止まりました。よかった、咳が止まって。花粉症大丈夫。あ、今ね絶賛花粉症です。くしゃみが止まらん。くしゃみと鼻水が止まらねえ。もう出しても出してもどんどん出てくる。何、どんだけここに詰まってんのって思って、ここら辺に。休みってなんで短いんだろうってコメントがあったね。でもずっと休んでばっかだとさ、逆に退屈になりそうじゃない？でもさ、今回さ3連休だったけどさ、せっかくの3連休なのにさ台風とかぶってだったからさ、みんなどこも出かけられなかったよね。それがなんかかわいそう。私もかわいそうせっかく私もお休みだったからどっか出かけたかったなーって思ったんだけどね。雨とか台風だとさ出かけられないよね。だからずっと家にいるしかないじゃん。だから今日もねお昼に一本映画見たんだ。最強の二人っていう映画見た。結構有名なやつだと思う。結構前の映画なんだけどね、面白かったよ。なんか実話から基づいた映画なのかな。雨がかった。そう、雨すごかったよね。もうなんか雷の音で目が覚めたりとかして。そう、みんな休みたいだって。もうスラダン読み終わりました。まだこれから10巻読むって感じですね。いや面白い。てか1巻を読み終わるペースがめっちゃ早い。なんかやっぱスポーツ系の漫画はすぐに読み終わっちゃうね。面白い。あ、そう、フランスが拠点とされてる映画ですね、最強の2人っていうのは。面白かったよ。久しぶりになんか洋画を見て面白かったです。洋画は好きですね、面白いので。海南です。鮮度は特に出てきましたね。スラダンの話です。今はめっちゃスラムダンクの話しちゃった。うん、漫画でずっと読んでるからアニメで見てないな。まだ推しメンっていう推しメンはそこまで決まってないかもしれない。まだ、でもみんな今のとこ好きだな。湘北のメンバーは好きです。キングダムは漫画ですね。めっちゃ有名だよ。2月の帝劇、2月の帝劇、あ、帝国劇場でミュージカルがあるんですか、キングダムの。すごい、実写。お、てるゆきさん、だるまタワーありがとう。だるま、だるま顔はじめまして、はじめまして。
なあ、だるまに目入れたことあった。そうね、選抜に入った時に、選抜入る前の時に1個だるまに目入れて、それから4、5年ぐらいかな経って選抜にやっと入れて、だるまの目塗って、収めるっていうか、なんかこう、ね、年末にこうね出てきましたけど、映画のキングダムに新日の田口監督、あね、そうそう、びっくりした、すごくない？てか結構なんかさ、プロレス、てかプロレスラーの方って結構ドラマとかさ、演技のお仕事やる方多いですよね。面白いな。だるまの写真大好きだからバナーにしてる、だって嬉しい。あー、ドラマね、えなんかいろんな作品にプロレスの方出てますよね。すごいすごい。でもそうね、ちょっとご飯食べた後だと眠いですね。いい感じに消化されて。ちなみに今日はシャケの西京焼きと豚汁でしたね。美味しかった。昨日はね、白身魚のフライだから、ここ2日間連続魚ですね。珍しい魚を食べました。和ですね。美味しかったな。西京焼きは美味しいですよね。あ、豚汁がねすごい美味しいんですよ。めぐんちの作る豚汁が一番美味しい。サンマ、でもママが魚は焼くだけだからめっちゃ楽って言ってた。だからさ、一人暮らししてる人とかってさ、なんかわかんないけどさ、鮭で食べてる人がイメージたくさんいて、月曜から夜更かしに出てたなんか方、女性の方も毎日鮭みたいな感じで焼くだけで済むからだよね。鮭ってめっちゃ便利だね便利だねっていうかね。お茶碗どんぐらいにしてる？こんぐらい、こんぐらいかな、こんぐらいのお茶碗の、こんぐらいかな、半分よりちょっとあるぐらい。でも今日はご飯おかわりしちゃった。たくさん食べちゃいました。ママ、鮭の塩釜焼きって読むのかな、お実家に帰ったら出してきたんだけどびっくりだ。叩いてね、これで。叩いて食べるがあるの。そうなんだ。糖質とか気にしてないです、今は。夏前はね、やっぱちょっと気にかけてはいたんですけど、やっぱ秋は、まあ、食欲の秋って言うじゃないですか。だからもういっぱい食っちまおうって思って食べてます。食べた分、なんか私の場合は公演とか、それこそ今はコンサートのレッスンとか、まあ、あとはジム行ったりとか運動をしてるので、あのちゃんと運動すれば大丈夫なんですよ。てかそんなになんかご飯を我慢するダイエットっていうのはしたくないですね。
でもともとなんか私自身そんなに太りにくい体型っていうのもあって割と食べてますね。そう、あんまり太りにくいっていうか、なんかみんなの目に見えるところでところが太りにくいって感じだから、気抜くとお腹すぐぽっちゃりしちゃう、ポコンって出ちゃう。そう、もうこれは体型、体格なんだろう、まあ太りにくい体型でよかったって感じですね。だから逆にもう水飲んだだけで太っちゃうみたいなことが本当に辛いですよね。ね、うちはサバの西京焼きでした。だってあと煮込みハンバーグ。おお、すごい豪華やね。メインディッシュが2つもある。栄養は大事です。でもさ、私はさ今実家暮らしで毎日かな、仕事があるときは毎日じゃないけど基本ママが作ってくれるご飯があるからいいんですけど、将来私が一人暮らしをするってなったら本当に自分の好きなものしか食べなくなりそうで怖いわ。栄養バランスがめっちゃ偏りそう。オメグンゴ、オメグンゴ、オメグンゴなんて初めて言われたわ。ビール飲む、私ビールは飲まず嫌いですね。なんか美味しくなさそう、美味しくなさそうてか、まだそのビールのうまさがわからない。めぐちゃんって公演中とか顔に汗かく？私顔に汗かかないんですよ。羨ましいだろ、私顔に汗かかないタイプなんで、あのメイクが崩れるってことがないです基本。まあ多少この鼻の頭とかここら辺はちょっとテカテカになる、おでことかね、たまに、まあ多少テカテカにはなるけど、そうなったらこんなで抑えるぐらいで、そんなになんかボロボロになんかダーって崩れるみたいなのはないので、ほんと便利な、何、代謝があんま良くなくてよかったって感じですね。めぐちゃんが出てる公演見に行ってみたいな、だって嬉しい。サムネイル公演出てますね。いや今月はあるのかな、今月はなんかもうなさそうな気がしてます。まああったら奇跡って思っとこうなさそうだよ。10月の単独コンサートが終わってからに なっちゃいそうだな。13年ぶりに現場復帰したいですだって、すごい出戻りだって。今年で17周年かな AKB が。で AKB が4年目か、4年目だから、 AKB が結成された当時から4年目まで応援してて、でそこからちょっと離れて、でまた戻るってことでしょ。すごい、めっちゃ初期と最新って感じですね。あ、ゆきりんさんと同い年、あ、じゃあ若い頃から応援してたんですね。素晴らしい、ぜひ今の AKB も見てね。ねえ、そうだよね、やっぱりみんな平日はね厳しいよね。僕隊はね、なんか僕隊ウィークみたいなあるじゃないですか今月。本当はそれに1日だけ出れるみたいな日があったんですよ。ちょっと別の仕事が入っちゃって、そう、行けな出れなくなっちゃったんですよね。ちょっと残念って感じなんですけど、
二人公演は一回も出たことないのでないかな。多分やったことあるメンバーが出てると思うんですよ、二人公演みたいな。多分ないかな。もし出るなら相方誰になるんだろうね。なんか私といえばこの子っていう、なんかメグと誰々っていうペアって今いないんですよ。だからもう誰とでも嬉しいな。さややがいたらね、さやめぐ出てきたんだけど卒業しちゃったから誰もいないです。ペア、この子と絶対ペアだみたいなのはないかな今のところ。キーメグいいね。キーちゃん出てたっけ。ねえ、チーム4一緒だし。キーちゃんって誰かと出てたっけ。あ、ひよかともいいね。二人公演はなんかもうなさそうな気がする。出させてもらえなさそうだな。なんかもう人が決まっちゃってる感じがしそうだから。僕隊もね、また僕隊ウィークがあるかってなると、またそれは僕隊もそんななんか今後なさそうな気もしてくるんだよね。女の子アイドルも新芽みたいなのあるの。新芽はないかな。この子と私が必ず新芽ですっていうのはないかもしれないね、もしかしたら。めぐちゃんが出ている劇場公演申し込んでみたい。だってめぐちゃんが出ているのはサムネイル公演。私サムネイルですね。今チーム4のメンバーなのでサムネイル公演か、まあ、僕の太陽公演にワンチャン出るかな。でもサムネイルの方が確率は高いと思うです。僕隊ね、なんか1日出れる日あったんだけど本当悲しいって感じ。固定はないですね。固定の新芽とかないですね。 AKB はなんか分かりやすくさ、あの篠田さんと小島さんでなんかにゃんまりみたいなやつとかさ、宮沢さんと秋元才加さんでさ、なんかツインタワーみたいな、なんかそういうのないですね。分かりやすく新芽ってないね。ないわ。メグが公演をプロデュースするならどういう公演にする？どういう公演にしよう。あ、手紙届いたよ、ありがとう。どういう公演にしようかな。なんかテーマを決めてそっからセットリスト組みたいね。いろんなテーマを作ってみたい。センターとエースみたいなのもないです AKB は。毎回コロ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 変わってるので誰が
エースっていうのもこの子が絶対的なエースだっていうのはそんな固定ではないかもしれない。で今何時だ、これ10時半まで配信しようって思ってたんですけど、これ今何時ぐらいだ、もう過ぎちゃってる、もしかして。あ、そんなに過ぎちゃってる、普通に話しちゃったよ。じゃあ今日はめっちゃ唐突だけど今日はここまでにしようかな。ね、ショールーム選抜の MV 公開中だもんね。なんか私が今この時間に配信してたらなんかすごいなんかね、空気読めてないやつみたいに思われそう。そんなつもりないんだけどね。はい、じゃあそろそろ配信終わろうかな。初めて見に来て楽しかったです。だってありがとう、またショールーム見に来てね。ツイッターとかでよくお知らせしてるので見てね。 T シャツどこのですか、なんかこれプレゼントでもらったなんか可愛いお花の T シャツ、ありがとね、プレゼントくれて。じゃあランキング発表して終わろうと。はい、13位が YS さん、ありがとうございます。そして12位が青ちゃん、 T シャツ着てくれてありがとう。そう、青ちゃんありがとうね、 T シャツ。はい、で11位がとしきドットエナとメグレンジャー水色、ありがとう。そうで10位がコム48とタイさん、コップンカー。そして9位がリュウリュウとドラゴングリーン、ありがとう。そして8位がシゲチ、ありがとう。そして7位がポンコツ公務員とメグレンジャーピーポーくん、ありがとう。そして6位が福音とハートフルなんとか、ありがとう。そして5位がノン、ありがとう。そして4位がみちろたんやとめぐれんじゃー、ありがとう。そして3位がカティちゃん、ありがとう。そして2位がとしやとめぐれんじゃーネイビー系、明日は本当に誕生日、あ、本当に誕生日だったのね。昨日は嘘つきって言ってすみませんでした、ありがとう、明日おめでとう。そして1位がてるゆきあと今夜もそっと目立たないタワーを投げましたね、だるまタワーありがとうございます。じゃあスクショタイムをして終わろうかな。サムネイルポーズ、はい、終わり。今日もショールーム見てくださった皆さんありがとうございました。バイバイ、おやすみ、おやすみなさいませ、バイバイ、ありがとうございました。